さんの話とはだいぶ違いまして、少し難しい話が出てくるかもしれませんけど、よろしくお願いします。で、まあ、大津さんとは私は70の時に一緒になりましたので、何をやってたかというと、ほら、アンテナの穴開けをやって、それでまあ、新しい施設を作ったという経緯よくなります。この後でその大津さんの若かりし頃の写真を、慣れてますけど、ほとんど変わらないということを証拠の写真からございます。ということで、お話をしろと言われたらですね、大浦観測の歴史的な話をしろということなんですが、まあ、日本で大浦の見えないところでですね、なんでお前たちは大浦なんかやるんだっていう、私は、UCLA に行った時に学生から言われまして、肌と舞台に困りましたけど、まあ、ようやくか昔の理工科にもオーロラなんていうことが出てくるくらい日本人がオーロラ好きでございまして、まあ、最近では観光旅行にたくさん出かけるようになります。それで、南極の ITYA から始まったというのは日本人のよくご存じのことですが、その時の発案者という方が有名な話ですが、ロイド・バークナーとジョニーちゃん、ジェームズ・バーガーという当時のですね、バークナーという人は天理層学者でバード隊の最初の隊員です。後に科学行政で、60年代ぐらいまでアメリカの地球物理とかそういうところを有人だった人ですね。それからジョニー・チャップマンという人はこういった物理の大学ですが、アラスカ大学のオーラを見て、いろいろ新しい考えを生かした、まあ、先駆者の人ですね。やっぱジェームズ・バーネットがご存知のように人工衛星で最初、放射全体を発見したそういう、そういう人たちが、まあ、仕掛けていったというかです、ね、発案してシドニー・シャープマンが国際学会にいろいろ働きかけで来て始まったのが地球観測になります。で、先ほども出てきましたけど、国際地球観測という地球観測というしたのは日本語の方で、もともとはインターナショナルジオフィジカルイヤーですから地球物理と言いますね。で、何台はポーラーイヤーというのがありまして、1回2回は最初から50年、1932年が2回目で、それから50年近く経ちますが、その人たちが25年ぐらいでそろそろやった方がいいんじゃないかと仕掛けて世界的に始めました。で、この中に項目がいっぱいありますけど、こういうどちらかというとオーラとかそういうことに関係した人たちが発案者でというわけかどうか知りませんが、宇宙船とか電離層とか夜行とかですね、地震とかこういった超高層大気物理の関係の項目は半分ぐらいあります。で、まあ、精神は極だけじゃなくてグローバルに仕掛けようということを言って始まったんですが、南極観測というのはかなりの柱になって、そこから、始まったわけです。それ当時、南極の極光帯がどのぐらい分かったかと言いますと、セカンドポーラーイヤー、1932年頃のデータでハリー・ベスキンと、シナイダーという人が極光帯の絵を描きました。でこれに100と書いたら見えないかもしれませんが、それが極光帯の一番中心地帯で、それのヘッドホロードをしたこの辺の下にちょうど小惑星があるんです。で、日本の学問的な言葉での流れを言いますとですね、対応する学会というのは日本地球電磁気学会となりました。まあ、電磁気というと大変難しいというか分かりにくいんですが、よく、千葉の学問のところです。その名誉会長、名誉会長、その、顧問閣の公約が田中で愛知という方でですね、でローマ字の日本式ローマ字の発案者で、皆さんよく間違えるんですが、昭和基地の英語名は書いてありますが、日本式なんです。軍令式と言います。
った日本式ではない。で昭和とよく書いこういうふうに書きますけど、これは間違いでありまして中村淳二さんが最初の和響感想から書いて書いた論文には残念ながらこっちの昭和が書いてあります。で私も、まだ学生の方にですね、昭和ってこう書きました、田中先生に怒られました。地名で登録されてるんだからちゃんと書かなきゃいかんと。で英語でこれ登録された名前ですので、ぜひこれを覚えておいていただきたいと。ただしこれには後の話がありましてですね、シドニー・チャップマンって大先生のところで、話していたときに、サイオワって言われたんです。サイオワはどうしたとか、サイオワの結果はどうだとかっていう学問的な話になったときに、永田先生がしばらく分からなかったんです。お前のところ岸じゃないかと言われて、それでいかにこの日本史とかそういうものが分かりにくいものであるかっていうようなことを聞かされたことがあります。これ余談の話ですが、それで、まあ、1時から5時、先ほどの宗谷時代はこういった観測が行われました。で最初は何もありませんから、目視観測と宇宙船は簡単な宇宙船のモニターがあったんですね。そういうことから始まりまして、それで3時台からようやく、オーロラを測る機械らしいものが持ち込まれました。でどういうことが、最初の頃のやらいかだったかと言いますと、目視観測でオーロラがどこに出るかということのデータもその頃はまあかなり重要だったので、オーロラの分類とか出現頻度とかですね、極光帯の位置だとかということをそういうことで調べました。それで、ですから確かに昭和基地はオーロラ帯の真下にあるということは一応こういったことで分かってきました。それ以外に、当時日本の中でいろいろやられておりましたが、地磁気変動とかですね、から蛇行極光という天文台が主に、そういう光のことをやっておりまして、それから電磁層というのは電波研究所、これはまあ、あの軍事研究のつながりからずっと来ている電磁層観測がありますが、それから宇宙船っていうのは理化学研究所でやっておりました。こういったところの人たちが中心となって、それを構造観測の最初のちゃんとした観測の始まったです。で東大の理学部の永田先生を中心したとしたところはですね、第二次極年のデータをマイクロフィルムを借りましてですね、ご招待に私は見せてもらいましたんですが、永田福島という大変、先駆的な論文があります。ということで、まあ、そういうところが中心になったんです。まあ、京都大学もありましたが、京都大学の方はどちらかというと、中程度の地域の変動をやってたらしい、長谷川万紀先生という方がおられまして、そういう人はちょっと近くに行ったということでやってました。それから、天文台は、多分星の速攻をやってまして、それの邪魔物みたいな格好で夜行というのがあったんです。大気が光って、星の光と違うものがありました。ということもありましてですね、そういうことで、浦畑正明先生という方が開拓者、だと思いますが、でここに今日来られているが中澤さんなんかがあるところで夜行の研究をやっておられたんだと思います。ということで始まりまして、まあ、より寄り時代というかを含めて昭和時代には、まあ、こういったことで、始まりまして、その当時の3地帯で小渕さんが出した、大変世界的にも早い結果としてはオーラが光ると電磁層に電流が流れて、それがどういうことで分かるかというと、電子密度の増えるということが電気層の観測で分かるということを非常にきれいに示しましてですね、量的な関係がかなりあるということまでやりました。これが最初の非常にきちんとした結果だと言われています。もう一つ、まあ、この前吉野先生が電波の話をされましたけど、それは吉野さんはこういった超高層の担当ではなかったと思いますけど、自分で電波のを利用して氷の充電率をちゃんと測ってですね、でその充電率が大気と違うために電波の減衰が起こるということを最初したとまとめられたんですね。それが、
大変立派な研究として認められているわけです。ということで、私が言ったのは、その後の70歳でありまして、先ほどの話がありました、ここにおられるのが大瀬さんです。ちょっと、どこかじゃ分かんないかもしれませんが、現在とほとんど変わらない、厳しい姿だったと思いますが、どういうことが始まったかと言いますと、一応、観測機械としてはいろいろ増えてまいりましてですね、全天カメラを新しくしたり、それからフォトメーターというものでいいですが、光を測り出すとかですね、あとは、オーラルレーダー、レーダーというんですが、ここにオーラルレーダーの写真がありまして、現在も昭和基地にまだ倒さないと残っていると思いますけど、これも、人力で、500キロぐらいありましたね、500キロぐらいのものをですね、天理様の目の丘の上にこの櫓を立てて上に乗っけてですね、だいぶ苦しましてね、よく上がったと思うくらいの工事を、二段工事をやりました。私はその時に大瀬組の配下でございまして、もっぱらこのアンテナの穴開けをやってまして、そのおかげで自分の観測機のアンテナを年配さんの方から通信に入ったんの方からこのアンテナをせしめましてですね、それで、立派なアンテナができたということをやりました。そういう夢の話ですが、それで当時はまだ、70代の時は、30の時の建物でありまして、その上に新しい機械を設置しているところです。で、この色は塗り塗ってなかったと思いますが、こんな色をしてたんです。これは桜フィルムでかなりきれいに残ってました。で、その後ですね、8時台から新しい観測塔ができまして、こういうところで、まだ全部屋根に乗っかっておりませんが、ここからこのぐらいから近代化のが始まったことになります。で、ちょっと学問的になりますが、地磁気の速い変動とかですね、自然電波の観測とか、そういうものが始まったのが78人です。それ以後、しらせの辺まではいろんな観測が増えておりますが、ご存知のように、富士の時代というのはまだ運べるといってのはものすごい行政があったわけじゃなくて、鉄眼したのが数えることになったような時代がありましたので、そこでいろいろなことができないこともありました。例えば、ここに書いた次に申し上げますが、11体ものからですね、ロケットというものの建設が始まった。11体です。で、新しい大型の発射台とかそういうものを作り出したわけですが、ところが11時、12時でですね、越冬に行くときに、発射台の上屋を建てるときのものが運べなくて、現在というか、その後ずっとですね、上屋なしで、最初の当初の設計をしないで、完成できないまま、ロケット実験が行われたという経緯があります。それは後でもう少しお話しますが、どういうことが始まったかというと、地球観測というので、オーロラの地球に上げて、オーロラから出てくる X 線を測ろうと。これは2件の、小玉さんあたりが指導したんですが、その後、こういったいろんなことがありました。で、オーロラの新しい観測としては、テレビが12時台で設置されましたが、この頃はまだ日本にテレビ技術があまり発達しておりませんで、アメリカは1966年ぐらいからすでにアラスカで明治を資本という超高感度のテレビを押し込んで、テレビという観測で細かいオーロラの観測をやってましたが、日本ではなかったんですが、おじさんが越冬で行くときに何かいいものないかということで、いろいろ当たったところで東芝でですね、暗視カメラの開発をやってました。当時はベトナム戦争があるのでアメリカでいろんな暗視カメラができまして、暗いところで映るカメラを開発したんで、それと同じようなものを東芝で
開発中のものを借り受けまして、それで大木さんが持ち込んで大変見事な結果を出しております。その後、衛星のアンテナを作って、それでいろんな衛星データを受けたいというようなことを、指導されたのが吉野さんです。それからあとは無人観測とかですね、条約船観測といって、アイスランドと昭和基地が磁力線で磁場でつながっているということが分かってましたので、両方の南と北の磁場のつながったところでオーロラがどういうふうに起こるかとかですね、そういうことをきちんと調べるというのが始まりましたが、そのきっかけはフランスがですね、ジェオスという静止衛星の衛星を上げようということで、日本に持ち帰ってきましてですね、それの共同観測をやらんかということで始まったんですが、それで、この77年、78年に、当時局地圏の若手の人たちが知りました。残念ながらこの衛星はですね、静止衛星に入らないで、静止衛星まで行って半日で回るようになってしまったのであまり良くなかったんですが、これをきっかけとしてその後1983年からアイスランドに観測船を設けて現在でも、ずっと続けております。もう20年以上ですね。それからあと細かい話になりますが、我々の観測はですね、非常に弱い電波が分かりますので、昭和基地の近代化とともにドイツが増えてきてどうもならんということになって、シオンムー島にエレベーター基地を作りました。とにかくちょっとした大きな機械が入りますと、だんだんドイツが増えて入りにくくなったということで、こういったこともやっております。それからレーザーといって、これはちょっと超高層というよりは少し下がりますが、レーザーを使って温度を測ったりですね、エアロゾルを測るということが始まったのがこの頃です。こういうのもほとんど日本ではあんまり実績なくてもいきなりやっとやってるのが南極の最初の頃でありましてですね、かなり野心的というか、そういう試みが始まって昭和してやられております。で、次にちょっと大人の話をいたしますが、これは現在行われている観測の例ですが、南極点でですね、局地圏が立派なカメラを持ち込みまして、向こうで、アメリカの研究者と一緒にそれの観測をやっておりまして、これは現在ではリアルタイムでほとんどですね、リアルタイムでデータが送られてきます。で、今明るいから局地圏のインターネットに入ってもデータありませんが、8月頃まではほぼリアルタイムで局地圏のデータが局地圏に、南極点のデータが局地圏で見れるという、そういうのが現在の姿です。で、ここにあるのは、酸素の青い光と赤い光とそれから水素の光です。ちょっとずつ違うのは分かりかと思います。これは非常にきれいにシャープ、露出が16秒、16秒、64秒、こちらはぼやーっとしておりますのが、水素の光です。で、この64秒も露出かけますと星がきれいに出てきますが、こちらは酸素の赤い光でちょっと高いところの光です。こういったものがどう違うかというのことをきちんと調べるのが、一つのポイントでありますが、そこで、11時帯でプロトロンの光をですね、きれいに測ろうということで、焦点フォトメーターをこう動かしてですね、四五面の北から南をこうスイープするわけです。それの観測を、非常にうまくできました。これは世界的に見てもかなり、早いこうまとめがきちっとしたのは、これは国西さんがやった仕事ですが、プロトンオーロラのですね、どういうふうに発達していくかということをきちんと、
まとめ上げたというのはこれは大変な仕事だと思います。で現在ではそういう機械が動いてまして、コンピューターで処理しますとですね、ここに水素の光がこう出てきますが、ちょっとこのエレクトロンの光です。エレクトロンというかこちらは電子の影響で起こる光ですね。これのちょっと南側に出てくるんですね。で全体的にずっと赤道寄りに来まして、それがあるところは突然こう明るくなるんです。まあ、それをオールスカイカメラで見ますとこんな風になるんですが、だんだんアークが明るくなってきまして、どっかでもっと明るくなってですね、それがわーっと全体に広がりますと、これがオーラの嵐の発達の仕方です。だいたい20分ぐらいで全点を覆ってそれで終わると。でこういうものが一晩に、まあ、2回ぐらい繰り返すことがありますが、まあだいたいせいぜい1時間か2時間ぐらいでオーラ現実を終わるわけですが、こういうことをきちっと、まあ、小学生のデータで、ちゃんとまとめ上げることができるようになりました。次でこれはちょっとね、1991年ぐらいですか、だいぶ後ですが、まあ、生のオーラの動きです。でこれをテレビでこういうふうに映してですね、これから何か本質的なことを引っ張り出そうということはこれ大変なことなんですが、まあ、そういうことを、まあ、これをこういうのを見てですね、動きにどういう規則性があるかとかですね、それからどういうふうに回っているとか、そういうことを、研究する仕方がありますが、そういうことの走りは12時台の最初の、白黒のテレビから始まっております。まあ、最近ではなかなかこう追いついたことがわからないので、やる人が少なくなっていますが、こういったデータを取っております。ちょっとどういう動きをするかって、オーラの動きの特徴的なものを見ていただきたかったんですが、これはちょっと話が違いまして、北と南でどういうふうにオーラが出るかということを長年やっておりましてですね、宇宙船の人たちがずっとやってるわけですが、まあ、7倍の速さで動いているオールスカイカメラですが、同じような顔をしたものが出ていることは確かだと思いますが、ここでどこがどこに対応するかということをきちんとやろうとすると、これはまた大変な作業なんですが、または違ってるか違ってないかですね。最近は衛星データがありまして、衛星で土地を通ってますので、それと比べますと南半球と北半球のようにどうもオーラの光り方が少し違うというような話もきちんと出るようになってきましたけど、そういうことを求めて1983年ぐらいからですね、毎年2、3回アイスランドに行ったりして研究をしているのが研究部にあります。それで、まあ、次はロケットの話をいたしますが、南極でロケットをやったっていうのももうはるか昔の話になりまして、26時ぐらいまでやりました。でこのロケット観測というのは IGY の一つのテーマでありましてね、各国でロケット観測が行われましたが、日本では糸川先生を中心としたロケットの開発が、その頃から始まっています。で宇宙圏の、昔の話なんかひっくり返してみますとですね、1963年ぐらいですから再開のちょっと前ぐらいですね、宗谷時代が終わってその途中ぐらいで飛行機を作っている頃に、
ロケットを南極で撃ちたいという話が田中先生あたりから中継の関係者に出てたそうです。それで、まあ、あの中継で受けていただいてたのは玉木さんとか、うちの所長になった玉木先生だったんですが、割合気軽に撃てるロケット、一覧ロケットを観測ロケットを作りたいという要望だ、マッチングが取れて、それで S シリーズというのを開発に踏み切ったんだそうです。S というのはどういうのか分かりませんが、最初は三菱電機が受け負ったんですが、なかなかうまくいかなくてですね、結局最終的には日産のロケットをずっとやってきた日産の系列で完成をしたわけです。で、3つありまして、S160mm です。16センチの直径です。200と210センチ、21センチ、それから300と。で、こういうものが開発されまして、最初に始まったのが、10時台で基地の建設を始めました。それから11時が最初の発射台の設備をやって、試射をしたと。というところで、この辺は160を上げました。で、当時、政治的な話になりますとですね、富士を作った頃、まあ、自衛隊が言ったんですね。で、物理関係の人たちは軍事研究反対とかですね、軍事研究につながるとかいうことになりまして、物理と地学の方はなかなか一緒に動いてくれなかったんですね。で、私も通知上げを送ったことが行く前になりますけども、例えば東大の地学っていうのはほとんど参加されておりません、再開には。それから宇宙船グループは非常に強力な反対のバックがありまして、なかなかうまくいかなかったんですが、一部の方がこういうふうに運動してやっておられました。で、宇宙船もですね、最初の10時台には、建設を担当の人を技術者を一人送ってくれましたね。ところが11時以降はどうもそういう人たちを出せる雰囲気がなくなって、結局、誰がロケットをやったかと言いますと、南極のベテランがやったんですね。で、それ以後、中堅がバルーンとかロケットに入ってきたのは、だいぶ後で、32次隊の時にはロケットのテクニシャンが参りました。で、現在はバルーンの感じになる中堅の方が来ますけど、というようにですね、かなりそういう時代の流れに翻弄されたところがありますが、とにかく、11時から第1のロケット観測が、越冬観測が行われ、17、18で、これは国際実験観測計画という国際計画の中で、ロケットの実験が行われます。それから、しらせの就航以後、大きなロケット5機と、これはまた小さいですね、MT135 というのは気象ロケットですが、気象庁が用意して取り出した時代がありましたけど、そういうものを連射するというような実験も行われております。で、これが、まあ、全体のロケット実験の概論ですが、まあ、ここで、主目的はオーロラの中にロケットを直接打ち込んでですね、でそこで、どういうことが起こっているかということを直接的に観測をしようということでありましたが、ここに書いてありますように、到達高度というのは大体160ですと85キロですね。これはオーロラに届きません。これはもうほとんど下の方のオゾン層とかそういうのを測ることに使われています。120というのはオーロラの光る一番光るところのギリギリのところでありまして、オーロラに命中させるのは大変なロケットでした。それからまたこの120というのはこういうことで座っていませんが、姿勢がすごく悪い。上がるとロケットってはただ普通は高速ものだと思ってるんですが、あるとこからこうくるくるくるっと回るんです。ものすごくこう運動をしまして、データ処理が非常に大変でありましてですね、なかなかロケットのデータを整理することが難しい。
ありますが、まあ、この200等は主に準備層の電子密度を測るということで、成功されました。でようやく、本格的にロケットをオーロラに命中させることができたのは300等だったんです。やっぱり250キロから230キロまで行きますので、オーロラの一番よく光るところをずっと通って、ここでどういうことが起こるかということが分かるようになりまして、まあ、これはかなりの立派な成果が出ております。ちょっとこれはですね、映画ですが、18次隊が昭和基地というか南極観測20周年を記念してカメラマンを送ってですね、それで測った時のロケットのところだけ引っ張り出してきたものです。データが送られてくる時間は7分間。すべてがこの7分にかかっている。
ケット落下。びっくりしましたね。この絵のことをちょっと付け加えますけど、18時隊の時20周年記念でカメラマンを一人連れて行きました。カノさんっていうもう亡くなってしまったんですが、一応は楠木先生です。その時の記録で、夏の間にですが、オーラの中に打ち込もうということで、私も13時で通して、18時もこれで行けるある程度かかったんですが、実際に自分でオーラの打ち上がるところを見たら、本当に映画で初めて見ました。というのは、なぜかと言いますと、実験主義といいますか、責任者は、オーラのデータを見ながら、ロケットのところから離れたところでずっと見て、出るか出ないか、いつ使ってやってるわけです。で、打てつって、外に出てしばらく打つと、わあ、いいね、いいなったわけですから、初めてこの時、映画で見ました。で、ですけど、あまりこういうのは見たことないと思いますので、今日見ていただいたんですけど、白い大陸と男たちという、映画、50分の映画があります。局地編の映画で、なんとか賞をもらった映画だそうですので、なんか機会があったらどっかで、見ていただきたいと思います。それで、この辺までが、2機といいますか、2機といいますかですね、しらせが就航する前までの主なことだと思います。でその後は、超高層観測といっても、いろいろありますが、天から明への展開というふうに書きましたけどですね、物が大型化しまして、例えば、ここに来ました、南極周回気球、E22 といいますか、ポーラーパトロールバルーンというのをつけたりとか、これは、宇宙研の西村先生というロケット、バルーンの開拓者の方がですね、確かにということで、夏の間、南極というのはですね、非常に、安定した気圧配置があって、東の風がマークすると、それに乗せてやると、長時間、バルーンを飛ばすことができる。それをぜひやらないかということで、先日やってました。3人期待だったからですね、4分の3回りました。で、その後、32日以降、2回に分けて大きなバルーンを飛びまして、一応、一回りすることに、一回り以上ですね、抵抗しました。これはアメリカなんかもやってまして、非常に立派な技術を日本の南極観測隊というか、中継を込めた努力で持ってたんです。それから、全体的に国際化と大型化というのがありまして、これは大型短波レーダーといいますのは、国際的な枠組みで、短波のレーダーでオーロラがとかそういうに関係したものがどういうところで出てるかというと、面で、ね、あちこちからこういろんなところに狙って、それで超高層のある状態を使用というデータです。スーパーダウンというのがですね、これに参加しまして、昭和基地は有数の南極の基地になっています。で南極ではハリーベイ、ニースのハリーベイと、長野の七重基地ですか、そこから2つぐらいの国がこう出ています。フランスもケルメーレンかどこかでやっています。それから、イメージ見ようと言ったらこれちょっと小さいですが、ちょっと面的な観測を始めます。もう一つ、大きな装置としては、ここに見えます大型のアンテナがあります。直径11メートルのパラボラアンテナですが、これが30体に完成しまして、いろんな衛星のデータ受信をこれでやっているというような形で、超高層観測としては、小惑星の真上をじっと睨んでいるだけじゃなくてですね、いろんなデータの取り方をする方に発展しております。これはポーラーパトロールバルーンの実験のことです。これは32次隊で打ち上げた2号機です。こちらは次の機の上場で一番大きいバルーンだそうですが、知らせとこう比べてみますと結構大きなものだと分かります。でこれ一番よく回ったやつの例らしいんですが、2度ぐらい一つの衛星がぐるっと回ってですね、小惑星、しかも小惑星の上空を通過していると。でこういう安定な機
風の流れが30キロぐらいのところにあってですね、それを利用すると長期間の天体観測とかそういうことに応用できるということで、2度ほどこの実験が行われています。次もやるかどうか分かりませんが、次です。それから短波レーダーというのはここに三角が書いてありますが、こういうところを出してこういうところをカバーするという意味で、上基地とはいくつかの基地が南極上全体の上空をですね、睨んで、電磁層でどういう動きがあるとか、どういうふうに磁層が分布しているかというと、あっています。これが、1995年から始まったんですね。2期、かけてやっています。これをまあずっと続けることだと思います。で、アンテナですが、これは今年のカレンダーにきれいな写真がありましたのでお借りしましたけど、グリークラッシュという魚が取れないきれいなやつとともにですね、こういうふうに撮るとうまく撮るとアンテナも様になるなという写真です。これが10何期ずっとあるわけで、この次がでしょう。これがいいですね。で、最後になりますが、最後じゃないですね。これは先ほど出てきた南極点の上空のオーロラが、だいぶ違うオーロラが出るんですが、これ1日インデスクでずっと早くですが、途中で真っ赤になりますけど、南極点の上は真っ赤なオーロラで覆われることがあります。いろんな方向に動きますけど、こういうのを解析して、なんでこんなものが起こるかということをやるのが、超高層屋さんの仕事になります。最後になりますが、最後は、これから行われる計画の話で、私はこれは、ちゃんとしてはいられませんが、大変すごい計画が出てまいりました。地上からですね、高度500キロぐらいまでの間を新しいレーダーでアンジーという名前なんですが、その略はプログラムオブザアンタークティクス昭和 NSTIS レーダーというやつの、この辺だけ取って、花の名前だが、なんかフランス語のなんかとか言ってましたけど、考えるという内容なんだそうです。それでどういうことをやるかといいますとですね、地上に160メートルぐらいのところにアンテナを1045本立てましてですね、そこで、このアンテナの位相を変えたりなんかして、こういろんなところを振って見るわけですね。で、その途中から跳ね返ってくるですね、電波をうまく解析すると、対流圏から中間圏が大体これで60キロまでですね、100キロぐらいです。だからもっと上の方は、ローラーが来るようなところから跳ね返ってくる、ある人が分かりましてですね、この、下から上までのところを、天にきちっとしたデータを、動きとかで温度とか、そういうものを全部作ろうということです。どうしてこのような感じかといいますと、密度のばらつきみたいな、しばしまがありますと、そこから反射板が返ってくるんです。それから高いところに行きますと、電子とかそういうものの一個一個からの反射が返ってくるんです。それをインコヒレントスキャットといいますが、 IS レーダーで、こういう計画が始まりましてですね、これが予算が、ついたのは46億円で、地球の年齢と同じ値段だそうです。ただし今大変なんで、今年アンテナを半分ぐらいしか売っていけなかったと思うんですが、来年かけて、それで、ですね、それからきちんとした反復をしようというそれから、時代がいろいろと変わりまして、これのリーダーは、東大教
教授で昔挙式にいた佐藤薫さんという女性です。ということでですね、新しい芽がここから開かれるということになったかと思います。それでまあこういった経過が出てくるにはバックグラウンドがありまして、もともとは教育大学に大きな連打があります。信楽というタヌキの焼き物で有名なところにですね、直径はこれより小さいんですが、先駆的なレーダーがありまして、その後赤道に長大の人たちが作って、それから、自分たちが全部作ったわけじゃないんですが、名古屋大学と極紫圏と共同してヨーロッパにですね、アイスキャットレーダーってのがありまして、そこに、アンテナを一つ日本の彼が作りまして、共同経営者になっている。でその延長としてこういうものが発展してきたわけで、しかもこれはここに分かりますように、気象学の対象から超高層物の対象が全部つながるような計画でありますのでね、非常に新しい立派な計画で、これからますます極紫圏の視点に期待できるということになるかと思います。ということで、終わりにしたいと思います。